モーニング。大変やん、さっきのやつあかん、全部あかんから。もう全部ピー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 。今日はガッチャン、石高さん、大場さん、俺の4人、リーダーはなんか早く帰りたいから先に一人で1時間前くらいに、1時間半くらいか行っちゃいました。なんかやっぱ帰りの車のテンションと行きの車のテンション全然違うんですけど、どんよりしてる。どんより、そうっすね。これからなんか戦地に向かう、そうっすね、兵隊さん、兵隊さんのような感じで。もう今日行けば明日は休みだから。やった。明日の休みは何するんですか、みんな。あ、今日温泉行くんで。あ、温泉、今日から温泉に行く。早く帰ってきて。早く帰ってきて。俺じゃあ、おばさんは明日の休み何するんですか。あ、ベイシア行って食べ物買いに。なるほど、買い物だ。あ、いいね。ガッチャンは何ですか。車の DIY します。車の DIY。 あ、ガッチャンだってコーヒーの焙煎できるように、焙煎できるように、やばい、改造してます。今なんかリーダーが熊鈴作ってて、はいはいはい、鳩町に置いて、はい、で熊鈴欲しいって人たちみんな結構多い、いるんすよ。めっちゃいいね。そう、ちょっとなんかガッチャンもなんか、あ、コーヒーよね、コーヒーを、ガッチャンコーヒー、エベレストコーヒー名乗っちゃう。名乗ったもん勝ちですよ。ガッチャンのコーヒー飲みたいね。え、生コーヒー、生コーヒー、生水かけて生コーヒーとかサンダルコーヒーとか。サンダルコーヒーダメだな。ダメ、そこまで浸透してへん。仏のコーヒーでもいいし、サンダルのコーヒーでもいいし、エベレストのコーヒーでもいいし。小屋に YouTube からつながりの誰か来た。マジ？え、なんかマー君が紹介したみたいな話で聞いたけど違う。待って、あの全然話が追いついてないです。どういうことですか？マー君がお手小屋紹介したんじゃない？誰？アルバイト女の子。あ、はいはいはい、紹介っていうか、あのちょうどそんな話相談受けてて、なんかさ、マー君がお手小屋がいいよみたいな。はい、いや、お勢小屋がいいよじゃなくて、お勢小屋はやめといた方がいいよ。よい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 。言ってたよ。ちょいちょい。よいよいよい。そんな。よい。そんな止め方。よいよいよい。いや。言ってない。YouTube 関係してるっていうのはどういうことなんですか。あ、違う。いや、俺も聞いた話だから。逃げたじゃん。そうやもん。そうやもん。いきなり。そうやもん。俺聞いた話だから俺わかんない。いや、だから、そうなのって聞いてんの。わかんない。俺わかんないって。いきなり。いきなり逃げたよ。意外。わかんない。強なってるやん。YouTube 関係からでは別にそんなわけではないよみたいな感じなんですか。いや、知らないですよな。え、その子もう働いてるんですか。いや、と思ったんですけど、まあ、違う人やったっていう。なんていう内容の。カットだな。カットですか、また多分。はい、大丈夫です。ありがとうございます。ついちゃった、ついちゃったよ。どこガッチャン、今日で7月を終わりです。はいはい、どうでした？7月。7月コメントください。ざっくりの質問ある。いや、分からへんねんけど。7月どうでした？どんな。暑かったかな。暑かった。いやけど雨は結構多かったな。雨も多かった。うん、どうなんだろう、こんなんでいいの。いや内容なさすぎて。いやちゃんと7月どうでしたかっていう。7月どうでしたかとかないからな。7月楽しかった。楽しかった。だって7月といったらやっぱり夏。夏だね。ねえ、海。楽しかった。楽しかった。7月やね、やっぱり。やっぱ7月っすよね。やっぱ7月。明日から8月っすよ。早い
最悪やな。最悪やな。7月ですよ。7月ですよじゃない。明日から8月ですけど、7月どうでした皆さん。7月は。7月は、はい。7月はやっぱ山小屋の皆さんに支えられて、まさたくさん仕事をさせていただいて。あの顔よ。感謝してます。感謝してます。あーこれちょっとあの撮影用の石坂さんが出たわこれ。いやいやもう本音、本音やで。本音ですか。おばさんどうですか。だって思ってないと言葉にできへんからね。つまりはみんなありがとう。みんなありがとう。本当ですよね。ガッチャン今日リュウグ70キロ。ガッチャンとおるで73です。73キロ。ガッチャンとおるで俺が今日50キロ温泉小屋。いや石坂さんが？わかんない。70キロかな。70キロ。まあ70。東電小屋。東電小屋。大場さんが尾瀬小屋。はい。何キロくらい行ったんですか？でも70。5。2.5 とか。72.5。ずったり冷やしたって。140って言ってなかった？あ、なんかそれが全部で。よっしゃ。じゃあ2分で荷物作ります。よし、今日はもうワープですね。途中取れへん。はい、帰り取ります。お疲れ様でした。温泉小屋こっちか。かわいいよね温泉小屋ロゴ。温泉小屋ね、ここにねウッドデッキがあってね、志仏山の方をね一望できてゆっくりできるから日陰も作れるし、遊び来てください。温泉小屋も温泉だからね。で、まあ、今日はこのウォッカの今日はこのウォッカの YouTube のいいところ全部なくしたワープの動画になりました。まあ、帰りの道を取っていきたいなって思うんで、こっから尾瀬ヶ原歩いて紹介していきます。オニユリが咲いてきてる。ゆるたしろ温泉小屋手前の休憩ポイント、ゆるたしろにこうじゃない金鉱か。お、金鉱かと思いきやこれはオゼミズギクだね。ピント合ってないかな。オゼミズギク、黄色の中に紛れ込んでてわからなかったけど。おお、トンボが止まった。なんか今日はね風が冷たくて気持ちいいね。まあ、毎回そうか。いやー今日はのんびり尾瀬を楽しみながら帰ろうかな。明日月曜日でね、僕家はお休みの日で、まあ、日光白根山のふもとの丸沼高原というところで養蜂家としてのマー君がワークショップ開催するので、キャンドル作りとミツロウバームリップとかね、ハンドクリーム系だね、それも楽しみ。東電小屋に行く道
草ね買ってくれてありがたいんだけど、でもこの草をこの草の上に足を置いて歩くと滑っちゃうんだよ。すごい滑るのこれ。ほらすごいよ。スケートリンクくらい滑るから、今日ここ荷物を背負って歩くのにすごい苦労した。なので木道に落ちてる草はすごい滑るから注意してください。うわあ、ここ日陰だし川が流れてるから涼しくて超気持ちいい。東電尾瀬橋、あーなんか今日3時ぐらいから雨降りそうだな。この道がねめちゃめちゃもさもさなんだよね。さっき草刈りしてあったけど、草刈りしてないとこういう風になる。やばいんだよね、もさもさだから。ほら短パンで帰るとこの葉っぱが膝下とかに当たってすごい痒い。なんで俺は今日半ズボンで来たんだろう。暑いからか。ほらこれもう木道が覆いかぶさっちゃってる。あー痒い。この森を抜けると東電小屋が出てくるんだけど、今日は東電小屋に行ってるのは石高兄さん、石高さんです。なんかなかなか石高さんのことを撮影したりとかっていうのが前半シーズンでできなかったから、今日は石高さんと一緒に帰るから、石高さんっていう人をね紹介したいなって思って。石高さんは牧歌界のカリスマと自分で言っています。石高さんはね大阪から来て牧歌今年で10年目だね。石高さんが3年目の時に俺がルーキーだったから10年目。大阪から牧歌市にね来て移住をして、でこれが俺の天職だってなって、で日本青年牧歌隊っていう牧歌の会社を作りました。でこの前その東北とかいろんなところで牧歌してるって言ったのは、その石高さんの日本青年牧歌隊のお仕事でマー君手伝ってくれって言うから、あーお願いしますって言って日本青年牧歌隊にお世話になっていて、俺がね全然お金がない時とかそういう仕事とかをたくさんこうくれてすげえ世話になってる先輩です。多分ね
昼寝してタバコ吸ってるか昼寝してるかわかんないけど、マー君遅えなー、マー君遅えなーってずっと待ってると思うから、ちょっと今日は石高さんの紹介したいです。なんか、え？開いてますよこれ。あ、これメガネ入れ。メガネ入れ？渡辺さんは革製品のメガネ入れ自分で作って。ああ、あれね。それと同じってことですよね。いや、これは、あの、普通に。ね、え、すごっ。ただマジックテープで止めてるだけ。ほんとだ。あ、すげえ。あ、そんなあんだ。いいな、ここら辺に欲しいな。これパーゴワークスだから。パーゴワークス。お、パーゴワークス使ってます。待ってまーす。待ってまーす。もう何でもみんな欲しがるね。もう、ガメつい、ボッカってガメつって思われる。ガッチャンのサンダルも、ワークマン、ワークマンとか言って。ワークマンは買え。意外と。これ4000円とかするの。高いね。結構高いですね。これこういうの探しててんって思ってんけど。はい。4000円かー。買おうみたいな。買おう。やっぱ買うんじゃん。足元見てるなー。下川さん何でも買うからな。いや、もう必要なもんやから、ね。メガネの人にとってメガネケースはもう、経費やから。なるほど。だって、みんな、ガッチャン。てかね、ガッチャンがエベレスト登りたいとかっていう動画を、はいはい、撮ってたりとかして、で、俺もなんかヒマラヤでスノーボードしたいとか、で、ケンゾー今年僕が辞めるとか、なんかで、渡辺さん革細工やっててるとか、五十嵐さんは暇してるとか、なんか言ってるじゃないですか。その時になんか、聞いて僕がどう思うかってこと。いや、それをどう思うかじゃない。それを聞いてどう思うかじゃない。いや、石高さんの、結構コメントでも来てるんですよ。石高さん、石高さんのちょっとフォーカスした動画をちょっとやってほしいっていう。思うよ、そのジャパニーズポーターをね、はい、見てくださってる皆さんね、はい、まあ、マー君がその、まあ、その収益で木道直したんやろ。はいはい、直します、もう直します。めちゃめちゃすごい尊敬できる行動やと思う。本当本当、マー君初めて、はい、マー君が生まれてきてよかったなって。本当、うんうんうん、本当に思ってます。これ YouTube だからじゃないの。めちゃめちゃかっこいいことやなと思った。あ、そうなの、うん、本当に。じゃあ俺素直に喜ぶよ。なんかそう、なんかその動画に、はい、協力してあげることあればやりたいなと思ってさ、はい、マジですか。で、まあその動画とか、それは初耳だよ。見てないけど、はい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 、え、見たらやっぱりだね、はい、みんな、なんていう、まあ見てる人に分かりやすくというか、はいはいはい、そのボッカさん荷物たくさん背負います、はい、山小屋届けて、はい、山小屋がこう登山客のためにみんなサービスします、はい、それはもうね、表の顔なんや。表の顔。はいはいはい、なるほどね。もちろん表の顔が大事やし、はい、表の顔がまあ 99% 表の顔やけど、はい、やっぱどっかみんな裏の顔はあるんや。なるほどね、うん、人間はね、ボッカのその裏の部分を、はい、ちょっと見せてあげたいなと。おー、いいっすね、いいっすね。やっぱちょっと、それをね、近々、撮影して。撮影してやる、考えてんの、はい、もう。本当に動画渡そうかな。やってほしい、やってほしい。いや、それの、そういう話になるとは思わなかった、この。暴露とかね。石高さんがそんな風に、でも石高さんのチャンネル作っちゃえば、そしたら。いや、俺は YouTuber じゃないから。ああ、いいんだ。今いる牧歌の中で、はい、俺が唯一、はい、春夏秋冬、はい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 、ずっと牧歌してんのよ。そうっすね。いや、それをね、俺は今日聞きたかったんですよ。まあ言うならば、はい、生まれ持った戦闘民族。生まれ持ったってサイヤ人じゃん。サイヤ人ですよ。まあ、ああ、まあクリリンやヤムチャがなんかやってんなみたいな。はい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 、うん、そういう感覚になる時はあるよ、ね。なるほどね。クリリン完全に俺だろうな。うん、まあ、ナッパやけどな、石高さん、サイヤ人の中では、ナッパなんだね。微妙じゃん。もっと強い奴らじゃいるってことじゃん、ボッカで。なるほどね。ボッカ界のナッパ？ナッパやね。もうタイトルこれかな。
牧歌会のナッパ都電のあの森の中で、うん、あの牧歌会のカリスマっていう風な紹介をしてきたのにナッパ舐めんね石高さん、ナッパ舐めてないけど舐めてないけど、やっぱりみんなはベジータと孫悟空を。いやでもナッパとベジータ地球来た時みんなビビったビビったっすね、うん、なるほどね。じゃあベジータ誰なんだって話だけどね。確かにナッパとベジータが、まあ、イカダシさんも、はい、マー君もまあもちろんみんなに分かりやすくしようとして、はい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 、ちょっと優しい顔を出しすぎてるというか。なるほどね、うん、へえ。そんなもんじゃないやろと。はい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 、本来は。へえ。っていうのはちょっと動画見て思ったかな。そうなんだ、うん、で、イカダシさんがこのやつを見て、うん、いや、これはいつもの俺だから、これが俺だから。それモノマネしてるモノマネしてるモノマネします。絶対そうやって言うよ。月火水木金土日を勃開してるんですよね。そう、そう、春夏秋冬、春夏秋冬勃開してるんですよね、うん、もう僕次の休み多分12月ぐらいまでないから。じゃあ尾瀬しょってて、尾瀬が休みの日はどっか違う山の現場。あ、そうやね、基本的にはどっか、なんかしてるの。いろんな山、うん、行ったって言ったけど、うん、それも全部石高さんの日本青年牧歌隊っていう会社、石高さんが作ったから全国各地で牧歌ができる環境を作って、で俺が金ない時とか仕事欲しい時とか、そうだから石高さんが働かせてくれてるんでね。募集してるんですね。あの牧歌ぜひ挑戦したい。お牧歌チャレンジしてみたいってこうね。はい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 、随時募集してるんで。そうなんですね。じゃあ URL とかつけてもいいですか。そうですね、助かります。あ、やったー。でもそもそもなんであれなんですか、その牧歌さんをやりに大阪からはるばる片品に移住して牧歌をやりに来たんですか。それをね、まず、いやもうね、牧歌する前山小屋に勤めてたんよ。あ、やっぱ山小屋なんすね。山小屋いたんやけど。どこの山小屋いたんすか。富士山の山小屋で。富士山だ。3シーズン勤めてたんだけど。はい。接客向いてないな、接客向いてない、うん、なるほど、うん、で、富士山は荷物あげるのブルドーザーっていう、あー、キャタピラでガガガガガって下からずっと上げてくるんやけど。はい。まあ、その業者よね。はい。俺そっちやな、思って。あ、そん時に、うん、へぇー、接客とか向いてないわ俺。はい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 、向いてる向いてないって言ったら俺向いてない。へぇー。その時にあの僕家のもう今いない先輩の、はい、猪熊さんっていう、猪熊さんだ、猪熊さんっていう僕家さんの、はい、1枚の写真を見て、はい、荷物に足が生えたみたいな写真見て、はい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 、これやりたいっつって尾瀬に来たよね。へえ。じゃあ猪熊さんのその写真が決め手だったんだ、うん、そうやね。一緒に来た人とかが、まあ、許してくれて、はい、この環境に身を置かせてもらってるって。へえ。でもやっぱその俺こっちやなって思ったけど、うん、実際はやってみなきゃ分かんないじゃないですか。そうやね、ほんまそうやね。ねえ、うん、なんかもう CG かなと思ったから、その写真初めて見た。ああ、 CG だと思ったんだ、うん、で実際じゃあそういうのができる環境とかを知って、うん、まあ、片品来て。でももともと引っ越し屋とか、はい、あと建築で荷上げ屋って言って、あ、石膏ボード運んだりする、はい、その運ぶ仕事には多少なんていう、当時天狗になってたじゃないですか。ああ、自信があってんな。なるほどね、運び屋としての自信はあったんだ。そう、何かを物を運ぶってことに対しては、はい、なんかそのパッと来た子よりは自信があったよね。なるほど、うん、けどもう1年目ボッコボコにされたよね。体が痛くて痛くて痛くて。はい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 、うん、あー、その自信をじゃあもう今こうやってまっすぐ気持ちいいなって帰ってるけど、はい、1年目もうこうなってるから。
足引きずってるやん。毎日痛み止め飲んで。ああ。当時じゃあこっちに来たの何歳くらいだっす？自分は25です。25で尾瀬に来て、はい、そっから10年。今年はい、10年目。おー。はーいとか言って。10年目です。10年目だ。それでじゃあもう1年でボコボコにされたけど、うん、俺の仕事はこれだっていう。そう、1年目の終わった、秋終わった時に、はい、もうこの仕事一生しようって決めたよね。やばいね、一生しようって。だからもちろんなんかそのいいと思うで、みんなスノーボードのためにこう足腰鍛えるために。あ、俺は絶対そっちだったんだよ、うんうんうん、最初の入りは。まあエベレスト行くために、はい、足腰トレーニングも兼ねてお金も稼ぎながら防火するっていうのはとてもいいことやと思うねんけど、はい、なんか俺はだからもうこの防火がもう目的やから。なるほど。だから防火してる時が一番楽しいんだよ。本当っすか？うん、本当っすか？本当。だからもう他のアルバイトとかもしたくないし、生きていくためにこの仕事、まあ、なんか職業っていうか、はい、なりわい的な、はい、うん、感じになってきてるの。なるほど。ここするね。だってもう今現在日本青年牧歌隊とこの大勢牧歌で、石高さんはもう飯、完全にそれでそれだけで飯食ってるってことですもんね。あ、そうですね、おかげさまで。へえ。牧歌だけでっていうのがね、誰かのために荷物運んだらもうそれは俺牧歌やと思ってて、あ、それがたとえ1キロでも10キロでも100キロでも、はいはい、それは牧歌っていう行為やと思ってて。なるほど。でも一回やっぱ一年中牧歌のために牧歌してる人は、はい、その何が違うのかっていうのをやっぱ見せつけとかんなあかんな。なるほど、うんうん、見せつけられてるんですか？いや、だから見せつける用の動画撮ろうか。ああ、いいっすね、いいっすね。いいっすね。そのそれいいっすね。マー君のやつはやっぱ一般の人、はい、見てくれてるみんな多分、はい、優しい人多いと思う。多い、めっちゃ多い。めちゃめちゃそのてか全員優しい人しかいないっすね。今のところ。でも中にはない。はい。おると思う、ね。まあまあそれはそうっすよ。いや、俺山岳部で、はい、元々、はい、60キロ担いで、はい、どこどこの山登ったことあるし。ああ。この前の冷蔵庫だって。はい。あれ、マンションとかで、はい、一人でこう、PP バンド持って、はい、階段上がっていく人とかも。ああ。いや、あの、はしごとか使わんでいけるし。なるほど、なるほど。そういう人がおると思うんですけど。ああ、面白い、ね。牧歌のために牧歌してるレベルが、はい、あ、そんなもんじゃないよっていうところを。ああ。やっぱそう。なるほどね。うん。見せつけてくださいよ。いや、俺も知りたいですよ、それ。いや、それ。そう、なんかそれをやっぱね、あとちょっと日本青年牧歌隊に来てくれてる、はい、あのスタッフバイトの子とかも、はい、石高って口だけちゃうかと。ああ、あーだこうだ言ってるけど。言います。俺はもう石高さんのことあーだこうだ言います。はい、言ってます。ちょっと最近舐められすぎや思う。そうなんだ、うん、最近舐められてるんですか？それはちょっと黙ってらんないですね。親方、デブ間違えた、石高さん。デブ、まずデブ、うん、まずデブって言われて、うんうん、ちょっともう間違えるわけないや。あ、そうですね。普段からデブって呼んでるってことな、俺のこと。そうですね、影ではデブって言ってるけど、石高さんが不意に現れたらデブって言っちゃったけど、あ、石高さん危ない危ない危ない。セーフセーフセーフちゃうね。へえ、見せつけてほしいな。あの裏側の牧歌になると、はい、牧歌の裏になると、まあそれぞれみんなあると思うんだけど、はい、結局キロ数って増やしてったら、はい、人間どっかで行き当たんねん。あー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 、ここまでしか添えないと。はい、それを超えていくのはただのスポーツだと思うんだよ。なるほどなるほど。スポーツで別に牧歌してるわけじゃないから。確かに、うん、もうね、裏の顔になるとね、はい、頭では分かってるんよ、はい、大変な思いして、はい、山小屋にも届けて、はい、お客さんにそれをサービスとして山小屋が提供して、はい、でお客さん楽しんで帰ってもらう、はい、
これはもちろん表の顔で、はい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 、これが一番 大切なことは分かってるけど、はい、もう裏になったら、はい、お客さん邪魔、あ、山小屋の人、はい、邪魔、はい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 、もう見えてんのは木道と体と荷物だけ、はい、なるほどね、うん、あー考え方だ、でも、もう全部なくなるのよ、はい、それぐらいまでちょっとキロ数上げてみようかな、なるほどね、うん、なるほどそれやばいな、多分、うん、140ちょっとかな、 140? うん、見晴らしですか、昔の人が、はい、自分の体重の2倍までは荷物背負えるって言って、なるほど、根拠はないらしい、ね、根拠はないんかい、根拠ねえのか、誰がもう言ったもん勝ちじゃ ん、 ってんだ、ほんま、誰が言ったんすか、和夫さんで、俺一番デブやから、はい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 、でもちょっとそれ証明しとこうかなと、なるほど、背負えますよと、はいはいはい、うん、それの、じゃあその言った人の言葉は正解だったっていう、うん、そうだね、その人を嘘つきにしたくないから、なるほどね、誰だろう言った人、とってもできるよっていうと、へえ、面白、うん、やってほしいです、それをちょっと教えるのかな、へえ、うん、あとまあその後にまあ好きな女性のタイプとか、なるほど、うん、ちょっと1時間ぐらいになるけど、1時間そこが一番長いじゃん、そんなの再生回数どれくらい上がるかちょっと見たいな3とか4とかだったら超面白い、サムネ次第やから、確かにね何千回1万回言ってんのに、はいはいはい、急に3、石高さんの好きな女性のタイプの回3 4 5バットボタン3つ、バットボタン、バットボタン150とか見てないのに見てないのに、見てないのにバットだけ見てないのにバットだけ押すわー、それちょっと楽しみなんですけどね、はい、それちょっと撮ってください、考えてるんですね、いやでも私物の日ってマーク休みやね、あ、そうなんだ、うん、あ、じゃあ私物で140キロやるってことですか、そうやね、私物から、へえ、いやでも俺がいなくても誰かが動画回してくれたりとかしてね、撮ってくれれば、はい、特に立ち座り、あー立ち座り、うん、素人じゃできひん、はい、立ち座りやっぱ見せていかなあかんな、なるほどね、あ、じゃあそのでも10年やってるからね、はいはいはい、何キロでも持っていけるんですよっていう、はい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 、うん、分からせる、うん、やっぱ渡辺さんとかが、はい、やっぱその昔やっぱ1週間連続で100キロ以上を、はいはいはい、らしにとか、はい、聞いてますね、100キロ以上って100キロじゃないと思う、ぴったりじゃないと思うね、毎日、ああ、はいはい、100、まあ、102キロの日もあれば105キロの日もあったと思うね、はい、それとかってもうスーパーサイズ4よね、そうっすね、なんていう、全然到達、自分なんかがまだ到達できるレベルじゃない、あー、五十嵐さんとかも、はい、五十嵐さんは、まあ、優しいよな、優しい、うん、人間がさ、はい、すごい優しいから、あー、根がね、うん、まあ、ナメック星人よね、ナメック、ピッコロなんだピッコロなんすかピッコロ、あ、ドラゴンボールで例えたら俺クリリンのそれ誰も言って、自分で言ってるいや絶対言われる、そうやって、なんで地球人最強の、まあ、地球人最強はもらっておこうかな、でも、うん、でまあでもクリリン誰って言ったらマークやな俺じゃん、五十嵐さんもなんか単純になんかその数字的な記録あるかな思ったらないな思って、あー、なるほど、記録より記憶に残る選手ってさ、はい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 、やっぱあの宮本が言ってたからそうなの、巨人の、はい、巨人の宮本が言ったんだ、記録よりやっぱ記憶に残していく、はい、まあやっぱ五十嵐さんかなと、ああ、そういう、そうですね、人がね、うんうん、優しさがあるから、でお客さんと写真撮ったり、まあそうやね、そういうファンサービスみたいなのもすごいし、すごいですね、うん、だからみんなの記憶、ボッカさんの記憶には結構五十嵐さんっているっすもんね、そうそうそう、結構出てくるやろ、はい、出てきます、うん、テレビにも出るし、あ、テレビでもよく出てるしね、はい、なるほどね、じゃあもう記録で残す、記録は
感じでいくんですか。記録残す選手はやっぱりいっぱいいるから、はい、やっぱどうか、なんだろう、素人に毛が生えただけでは真似できへんのを見たいね、はい、なるほど、うん、わ、超楽しみそれ、140いっといたらいいんじゃない。140はもう結構記録っすね。こんにちは。わかるかな、昨日この真ん中にクマがいる。でもあれ幸せですよね。お昼寝や。お昼寝。静かにしておいてあげてください。あ、ね、爆音玉とかいらないやん、ね、だって寝てるだけだもん、寝てるだけ、寝てるだけね、ああやって木に、俺もああやって寝たって、寝たらいいな。ポゼでハンモックとかもいいっすね、日陰のハンモック、うん、こんにちは。やっちゃん、おばさん合流、同期2人、ルーキーの同期2人、何の話してるんですかね。体調子どう？仲いいじゃん、同期。じゃあ痛くない？みたいな。ああ、わかるみたいな。痛いよね。マジアイシング神。マジアイシング神。だいぶ会話若いじゃん。みんな35以上だからね、この二人は。同期仲いいな。肩上がる。家帰ってからさ、マジ陽明酒神、マジ陽明酒神って、それおばさんだけでしょ。それおばさんだけだよ。ガッチャンは醤油ばしごのこだわりがすごくて、おばさんは荷物をつけるバランスのこだわりがすごくて、石川さんは石川さんはいや、こだわりね、はい、まあ歩いてったら着くからな、何こだわってもな。あ、まあそうっすね、うん、気持ちやね、気持ちだ、うん、俺のこだわりはないな。こだわりがないのがこだわりぐらいじゃないよな、ね、俺はこだわりないな、うん、いやでも同期が仲いいっていいっすね。いいね、なんか懐かしいっす、ゆうやと俺が、はいはいはい、俺もね、たくみくんっていう、あ、そっか、石坂さんもいたんす、同期がいて、同期がいてプロスノーボーダーの、はい、石坂さんも同期がいなくなって寂しいね、俺も同期がいなくなって寂しいね、ケンゾは同期すらいなくて寂しいね。あの、たくみくんのハイシーズンってもう終わっちゃったんですか。オゼボッカのハイシーズン今っすよ、今現在進行形ピンときてませんよ。大場さんピンときてないでしょ。いつがハイシーズンなのみたいな。全然忙しくないじゃんって。ちょろいよねって。はい。が終わったらハイシーズン終わりなのか。ああ。まあ人による。人による。何その説明。水場所をハイシーズンとする人と。はい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 。日光キスゲをハイシーズンとする人と、はい、まあ、夏休みこのお盆までをハイシーズンとする人と、はい、人によるね。あ、暑さね。まだ夏は。待って、甲子園もこれからっすよ。なんか青春やな、二人。青春。青春してるで、ね。高校生みたいな。ルーキー同期青春してます。まだ夏は終わってない。まだ俺たちの夏は終わってないっつって。仲いいな、同期。仲いいんすか？偶然でしょ、この。仲いい。